こんにちは、ひとりです。今回はこちらですね。ババーン。発売からね、ちょっと経っちゃったみたいなんですよ。1ヶ月ぐらい経っちゃったみたいなんだけど、このね、大きいポケモンのカードパックを買ってきました。このね、ピカチュウの、仰天のボルテッカーかなっていうパックが出てるんだけど、それのなんかね、巨大パックセットっていうのがあって、普通のパックはなんかね、6、6パック買うと、1枚なんか、 キャンペーンカードみたいなのもらえたみたいなんだけど、それが売り切れになってたんですよ。売り切れっていうかもう、品切れ。数がなくなってたんで、もうね、発売から結構経ってるんでね。なので、この大きいパックを買ってみました。大きくない普通のパックに比べて。手と比べるとこんな感じで。大きいんですよ。これね、いいよね。はい。えっとね、拡張パック、行天のボルテッカーが5パックと、プロモカード、ピカチュウの V キラカードが1枚入ってるんかな。んで、ピカチュウコインがね、入ってるみたいですね。ピカチュウ1枚ってことで。 まあ、中には普通のバッグも入ってるってことで、開封、楽しめればいいかなと思います。はい。そうね。プロモカードピカチュウ V、これ絶対入ってんだね。これだからちょっとお得なんじゃないかなっていう感じ。うん。普通に買うよりはね。で、僕は今回ドンキーホーテで買いましたね。アマゾンとかでも買えると思うんだけど、はい。まあ、若干安くは買えたと思うんだけどね。あんま値段はちょっと覚えてないんだけど、800円以上したかな、でも。中身。 あ、こういう感じね。なんか、おっきいカードって入ってないよね、そういえば。カーでしょよいしょ。あ、チラシか、このおっきいやつは。で、こうなってるわけね。こんな感じね。なるほどね。1、2、3、4、5パックに、ピカチュウ V 入ってるよっていうのと、おっきいチラシ。こんな感じで入ってます。これ欲しいよね。これ今回の当たりかなはい。 で、あ、そうそう、メダルも入ってますね。メダル。ピカチュウメダル。これね、ポケモンカードゲームやったことある人はわかると思うんだけど、結構ゲームでは使うからね。はい。表裏のコインですね。コインか、メダルっていうか。そして、ピカチュウ V。お、こんな感じで。一応開けないでおくけど、まあ、バトルとかで使えればいいなってか。僕、ポケモンがバトルね、一時ルール覚えてやってたんだけど、 やる相手がいなくてあんまりやれなかったんでね。一人でやってましたね。昔 YouTube の動画でね、一人でカードバトルするっていうね、動画とか出してたんですよ。一人で両方やって、それを動画にしてたっていうね。はい。ピカチュービー。まあまあ、これ確実に手に入るっていうのは嬉しいかな。さあさあ、ここね、5パックあるので、一つずつ開けていこうかな。行程のボルテッカー。ハイパーレア以上欲しいね。ハイパーレアの上に本当はウルトラレアがあるんだけど、まあ、ここには書いてないけどね。 まあでも5パックだからスーパーレアが入ってればいいかな。ハイパーレアが入ってたらもうめっちゃラッキーって感じ。ポケモンカードゲーム、ソードシールドですね。正直キラが入ってない可能性もあるからね、全然。<laughs> おお、かわいい、ツチン。あー、たたっこ、これ新しい系のポケモンのようですかね。ゲームで出てきた気がする。おお、キラ光ってる。 二つのでしょで、次、あ、次キラー、あー、普通のキラーか。あれなんか、今までとキラーの感じが違う。縦線が入ってる感じのカビゴン。可愛い,いけど、なカビゴンちっちゃいね、このカビゴン。カビゴンか。あ、リザード、かっこいい。あ、いいんじゃないいいんじゃない一パック目いい感じ。じゃ、二パック目。いや、巨大マックスみたいなの欲しいよね。巨大マックスが欲しいです。ハイパーレア以上、濃い。 ま、せめてね、なんか、スーパーレアとか書きてほしいけどね。5パックだからきつい。いや、みじまる。かわいい。ああなんか光ってるあ、コロ、コロモリね。種棒。あ、次やばそう。あ、やばくない。やばいかも。やばくないか。あー、まあ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 かな。5パックでこれ出たのよくないヨールブ VMAX。これなんだっけだ、トリプルレアっていうことは、だよね。トリプルレアですね。ここに書いてあるんだけど、トリプルレア。R が3つ。 まあ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 、トリプル A 入ってるのはいいんじゃないかな。VMAX らしい。いてか、そもそもイオロブがあんまり記憶にないんだけどね。ゲームでもあんま使ってなかった気がする。巨大ウェーブ。あ、望遠スコップ。よかった。ちゃんと入ってんじゃん。この、この巨大のセットには入ってないかと思ったいいやつ。じゃあ次。左下のやつね。いや、これはなかなかいいんじゃないかな。最先いいというか、2パックでこれは嬉しいね。さあ、こっからなんか来るかな。つるん。 大体これ分かっちゃうんだよね。これノーマルのキラだね。普通のキラって。ノーマルのキラっていうかキラね。スバメ。メイクルかわいい。ああ、ウウウだ。ウーウ言いづらいやポケモンね。ウーウなんかポケモン食べてないウーウはぁサンダーじゃんめっちゃかっこいいサンダーだ、なんか縦線のキラみたいな感じで、今回特殊なキラだね。レア。あ、ダストラス。いいじゃん。ダストラス。あ、これキラだけど、まあ、いいか。 こうやっこうかな。こうやってね。はい。分けとこうね。まあ、そんなに価値があるってわけではないんだろうけど。さあ、左上行きます。あと残り2パック。でも5パックあるとそこそこ楽しいね。なんだ3パックだと物足りないもんね。今回の場合は結構3パックでもいい、今当たってるけど。当たんないときほんと何も来ないからね。3パックだと。キラ光ってる光ってる光ってるこの花。あ、この絵がかわいいね。 あ、なんかいい感じに光ってる。あ、未来の人、こう、あすばめかぶはずのかぶり。あ、悪びる。悪びるね。そして、パバーンあー、おでもトリプルレアか。あれ、5パックで2個トリプルレアって、まあまあいいんじゃないギルガルド VMAX。まあまあまあ。あんまり、なんか、でもこの僕も強いんだよ。ゲームではかなり。強い人みんな使ってるもんね。リザード。あれなんかまあまあいいんじゃないか。 でもハイパーレイ、ハイパーレイって人箱っ、1ボックスに1枚の確率だもんね。だからまあ、トイプルレイヤーがこのままこう来たのは嬉しいかな、かなり。はい。じゃあラスト、真ん中のパックいきます。真ん中のパック来るでしょう、これは。かなりいいのが来る可能性がありますよ。<laughs> わかんないけど、関係ないかもしんないけど。はい。シビシラス。あー、この子シビシラスって名前だったんだ。 絶対言われても分かんないよね。あ、かわイい、ブ v 夜空のね。あ、これ、気合入ってなさそう。マグカルゴ。分かっちゃうんだよね、こうやってなんか斜めで大体ね。あ、ブースター。灼熱の目覚め。あ、サンダース、ブースターのサンダース出た。もう HP150 が当たり前だからね、今ね。ノーマルのブースターでももうさ、110だからね。はい。こんな感じでした。これで終わりです。ということで、 今回出た目星いカードはまず、えっと、レアかなこれはね。R だから、レアだね。レアがカビゴンとサンダーなんだけど、光り方がなんか縦線が入ってる感じのヒキロなんだよな。わかるかなこの光り方の縦線じゃなくて、このね、素材がほら、なんか縦線みたいに入ってるでしょ。ちょっとなんか特殊なんだよな。今までと違う。なんかキラキラ光る感じが、より出てる感じのサンダーとカビゴン。まあいいんじゃないでね、 5パックの割には、これいいんじゃないかな。VMAX ってね、欲しいなって言ってた VMAX が2枚でゲットできたからね。まあ、ギルガルド VMAX はまあまあ知ってるけど、こっちはあんま記憶にないんだよな。伝説でもないでしょ、確か。虫タイプのポケモンだよ、ね、普通のね。イオルブ VMAX。アクサタイプか、一応。まあ、多分ね、あんま人気なさげなんだよな。 トリプルレアでも、もうちょっと有名どころの初、初期のポケモンとかだったら、ピカチュウ VMAX とかだったら、だだてさこの、この今回表紙になってた、チラシにも載ってるピカチュウ VMAX、これもトリプルレアだからね、一応。ほら。だからまあ、いいんじゃないかなと思いますけどね。まあこれ、こっちの方が多分価値はあるんだろうけどね。わあポケモンカード面白いな。ポケモンカードってさ、ほんとなんか、 結構レアなやつとかあるから、うん。あとな、高く売れるみたいなやつもあるじゃん。そう考えるとなんか宝くじみたいなとこありますよね。で、これは確実にゲットできるやつ。ピカチュウ V。ね。いいですね、まあ。こんだけ入って900円かな、税込みぐらいで。か、1000円ぐらいだったっけな。1000円弱ぐらいだったと思います。この、巨大パックセット、洋天のボルテッカー。これね。 え、開封してきました。巨大パックで5、まあ5パック入ってて、ちゃんとスーパーレアもちゃんと入っててよかったですね。なんかさ、お菓子のポケモンカードとかってあんまいいの出ないイメージあるじゃん。それと一緒にこれもあんまなんか出ないのかなと思ったら、まあ、5パックでこれはね、今回引きがいいです。かなり。はい、ということで、まあノーマルカードもね、かなり可愛いのが多くてよかったな。いや、ポケモンカードバトルとかしたいけどね、今なんかその、 カードバトルとかするさ、ショップとかも今やってないんじゃないかなそういうの。やってるかなそろそろ。やってると思うんだけど、ああいうとこでなんか知らない人とやるのはちょっとね、気使っちゃうから、なんかポケモンカードバトルのね、動画とかね、やりたいですよね。まあぜひ、そういう方がいたらぜひね、あの、コラボ撮影でもしましょう。ポケモンカードバトルね、やりたいですね。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画良かったなと思っていただけたりね、なんか気になることなどございましたらぜひね、 え、コメント欄にコメントお願いします。それではまたバイバイ